旬な人を占い、はい、はい、さて今旬といえば、本日はですね、はい、祝結婚上原貴子さんと演出家コウさんの相性を今後占う、ね、ホットな話題ですね、いろんな意味で、ね、ここはあの相性とか今後をちょっとね、先生にこう占っていただこうと思うんですけれども、まあ、上原貴子さん、まあ、元スピードというかですね、のメンバーのあの女性です、で、お相手の高和也さんというのは、まあ、今演出家をなさっていると、で元超新塾の方というふうにね、伺っておりますけれども、お付き合いされてたのはね、なんか長くね、されてたとは思うんですけども、そうですね、でまあちょっとね、2人のまあ相性ということで、こうやって生年月日を見てみたわけです。うん、はい、こんな感じ。はい、大丈夫でしょうか。はい、これまあ3つずつ書いてありますけども、それぞれ、こちら右、皆さんから見て、この右側がこれがコウさんの生年月日 で、左側が上原さんの生年月日であると。で上原さん、1983年生まれっていうことなんで、普通だったら猪年って言われる人なんですけど、猪年年って言われるわけなんですけども、1月生まれなんで、占い上だと犬年の生まれ、前年度の生まれになっちゃうんですね。この年月って確か宇多田ヒカルと同じだよな、ほとんど数日ぐらいしか違わないんじゃなかったかな、なんかそんな気がしますけれども、それでですね、まあ、この2人の相性をこう見るような時に、2人 その持ってる十二支をこう見てですね、で、人間一人ではパーフェクトじゃないので、自分のと相手 の中でこういい組み合わせができるとか、そういうのがあるといわゆる相性がいいって形になるわけなんです、で見てもらうとね、例えば、コウさんは犬の日に生まれている、で上原さんは今言った前年度になるので犬年に生まれている、これは同じものを持ってるんですが、この犬を含んで虎と馬と犬っていうのが3つ揃うと、まあ、いい組み合わせができるんですよ。とね、お二人ともね、例えばコウさんはその3つのうちの馬と犬をもともと持っていました。で、上原さんはもともと虎と犬を持っていました。で、この2人がくっつくと赤でこうくくってあるところなんですけど、虎と馬と犬って揃うんですよ。といい形を作る。そうすると 1+1 が2以上になってくれるよみたいな組み合わせになるわけです。で赤い丸でくくったところがそういうそのいい組み合わせを作ったわけです、で残りが、バラで残ってるものがあります。でそれが甲さんが御年の生まれっていうのがあって、上原さんが牛の月の生まれっていうのがあります、で実はこれも三角を作るうちの2つの要素なんです。だけど生年月日の中にもう一個鳥がないんです、で鳥が来た時にくっつくんですね。で鳥が去年なんです、だからあ去年だったらこの2人はバッチリここにこうやって3号というのが出来上がってくっつくなという形になっておりますと。だからまず赤い部分だけでいわゆるこう普通の平均値から考えたら相性のいい2人だなってなるわけです。それで最後のその欠けたワンピースが昨年ハマりましたねっていう状態になって2人を結びつけましたねっていう形になっておりますと。だから相性的には僕は非常にいい組み合わせだなというふうに思いますね。そうなんですね、まあただ今年はこのコウさんの生まれた日の土の絵の犬っていうのとこれと全く同じやつが今年巡ってきております。こういうのって60歳までのうち1回しかない60年に一遍の年回りがコウさんが迎えてる年なんですね、で自分と同じっていうことは自分のその行動とかがですね、本人はいつも通りのつもりで動いててもそれが10倍20倍になって人の目に映ってしまうよみたいな形で、まあ、いわゆる悪目立ちするような感じになっちゃうんですよ。だからこういう時ってやっぱり行動とか発言とかすごい注意しておかないと、そんなはずじゃないのにみたいな感じで拡散しちゃったりするので、まあもうちょっとおとなしくしてた方がいいかもしれないなって気はしますよね。まあでも相性はいいんですね。相性いいと思いますね。で、まあ、今後ってのを考えてみてもそんなに大きく破綻するような形とはちょっと思えませんのでね。まあ、もし注意することがあるとすれば、だいぶ先ですけどもね、2023年ぐらいかな、5年後ぐらいですか、まあ、強いて言えばその時あたりがちょっと、まあ、人間どっかで必ずこう問題な年っていうのが来るので、一番直近でもまあ5年後ぐらいに、ちょっと問題な年は来ますが、誰でも来る程度のレベルの話ですので、そんな悪いというふうには見ません。なんかね、もうその上原さんもまあいろいろあったわけじゃないですか、人生でね、それを全部受け止めてっていうね、っていうところでもうやっぱりね、
うまくいくというか、そうですね、全部ね受け止めてるわけですから、うん、それが赤い部分のもともと持ってた相性の良さで、そしてさらにあとタイミングの良し悪しってすごい大事なんですよ。あ、そう、相性的にいわゆるこういい三丁味的にいい人でもくっつくタイミングが悪かったために結局うまくいかないみたいなのってあるので、うん、やっぱり出会いのタイミングが昨年ここ結びつきタイミングっていうところはすごく良かったなというふうに思いますね。なるほど、まあまあまあおめでたい話ですので、皆